結果が来たのは整形です。中央結構受けるんだね。そうです、すごいなんか共通テストに寄せてきてるなみたいな結果が見たいと思いますね。合格者一覧これ何人77人。さあ、では始まりました、ムチチャンネル。さあ、今回ですけども、さあ、坂井さん、いよいよ受験1個終わったということで、はい、はい、そちら、結果見たいと思いますね、いよいよ。え、今終わったのが、結果が来たのが？結果が来たのは、整形ですね。あ、整形が終わった。はい。はい、で、今後、またいろいろやってくるわけですね。はい。でもまあ、まだ他は、そっか、やってこないか。来週が？来週というか、今2月の頭。はい。ですけど、他やってくるところが、まあ法政と政治、法政と政治、そして、まあ、日大もですね。ああ、そうだ、法政政治日大が来週やってきて、はい、でまだ受験が終わってないところが中央と中央青学早稲田ですね。はいはいはい、中央青学早稲田、いよいよマーチと、まあ、法政だけ終わってるのか、はい、マーチとそしてスポかって感じですね。で意外とね、知らなかったのが中央結構受けんだね。そうです、山岳部。そう、全然知らなかったまあそしたらね、文法もきちんとやんなきゃいけないと思うんですけど、はい、まずじゃあ受けるものとしては中央がどこ受けるんですか？国際経営、国際経営、はい、国際情報、国際情報と総合政策、総合政策、ああ、はい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 、結構まあ英語ね、それ全部英国で。そうですね、全部英国で。あ、なるほど、受けるということで、で青学が2つだったよね。そうですね、青学2つとも普通文と教育ですね。教育で、これ英語はどうなの？はないですね。あ、英語なしで、でまあ普通にもう小論みたいな感じ。はいはいはい、はい、小論。あ、総合問題とか言ってたのかな。はまあフランス文が論述っていう形で、はい、漢字がちょっとあって、うんうんうん、文章があって、あってまあ要約して、うんうん、筆者の意見とこの文章書かれた年代を考えてあなたの考えを書きなさい。へえ、そんな感じの問題なんだ、はい、なるほど。整形の方なんですけど、整形は2月3日に受けたのかな。そうですね、2月3日に受けて、へえ、あ、大学じゃないとこで受けたんだ、なるほどね。で経営学部総合経営学科、はい、ということで外国語と国語だったわけですけど、はい、どうでした？整形は、整形は、問題はですね、はい、なんか整形の難易度ではないなっていうふうに思いました。ええー、ということ難かったってこと？いや多分ですけど、だいぶ簡単になってたんじゃないかな。簡単になってたんだ、はい、なのでまあ満点の人いっぱいいるんじゃないかな。なるほど、英語も国語も。そうですね、正常の方はだいぶ難かったって言ったもんね。そうです、正常はだいぶ難しい、まあ、英語とかかなり、その後のカンカン同率の今動画出してるけど、はい、同じポイントバンバン問われるなっていうのが分かったんですが、あ、そういう感じだったんですね、はい、で英語は簡単だった？すごいなんか共通テストに寄せてきてるなみたいな。あ、なるほどなるほど。文法とかは？文法も一応、うん、あ、文法問題も一応ではしました。なるほどなるほど。でやった感じは解けた？まあ文法以外のところはまあまあいけたんじゃないかなっていうのは思いましたね、うんうん、文法以外はまあ文法は合ってるかどうかわかんないですね。なるほど。で読解はいけたと？そうですね。ああ、なるほど。じゃあそれでどうなったかって感じね。 OK です。ではいよいよ見ていきますね。G 方式ってその、いや E 方式、ね、E 方式だ、はい、E 方式、まあ受けた人いるかもしれないですけど、はい、見ましょう。はい、どうやって、まあ、ネットで見れるのね。そうですね。もうこれが一覧です。あ、合格者一覧。これ何人？77人です。お、なるほど。番号で、じゃあ番号が7256。72、あ、本当だ、書いてる受験番号。7256でこんな少ないの？はい。画面。うわ、これ見せ。ないじゃねえよ、ない怖い受験そういうことで、はい、これが一覧ですね。はい、ちょっと7256はなかったということで。なかったです。
へえ、じゃあもう超高得点の戦いだった。多分そうだと思いますね。うわあ、英国だけで、はい、成蹊でも厳しい戦いってことね。そうですね、77人、しかもこれ補欠も一切ないんで。ああ、え、何人受けてる？これ結構倍率高いんですよね、うん、まあ専学部なんで、うん、まあ、うん、その多分7000番台が自分の受けた会場の人たちなんですけど、うんうんうん、12人ぐらいしかいなくて、なるほど、受かってる人が。あの人数で12人ぐらい。部屋どんだけ行ったの？もうホテル貸し切って、うん、どんぐらいなんでしょうね、もう何百人といて、うん、すごい、そう、ね、あんな人数でこんなんしか受かんないんだって思って、まあ、そうなんですよ、受験って。それも全国大会ですからね、なんかね、高校入試の感覚で本当にいる人すごく多いんですけど、そう、全然違いますから、はい、まあ自分自身もそう、全国50番いなかった前も50いないし後ろも50いなかったんで、 KO 勝った時とかもそういう戦いなんでね。そう、皆さん受験はなめないでください、はい、これが現実です。まあこれからマーチとか始まっていく人たちもちょっとなったんじゃないですか、この気持ちで。俺であやんなきゃなって思ったと思いますので、そうなってくれればいいかなと思います。はい、ということで、いやー大変だった。うわー、こっから、え、今まで受けた中自信はある？だって自治体とか。いや、もう全部ないですよ、怖いですいやー、どうなるのか、はい、まあ、これでまたアンチがいっぱい湧くかもしれませんが、はい、はい、はい、じゃあということで、だから受験はそういうもんなんです。だから早く始めることです、はい、だってさ、9月とかに始めてるわけでしょ。そうですね、遅すぎるから、どう考えても大学受験には、はい、はい、ということです。やっぱり受験って厳しいな。まあそうですね、厳しいですね。共通テストとかもだってないわけだもん。共通テスト利用とかはあるのか、一応は。あるんですけど、まあ、え、申し込んではいないってことね。申し込んでないです。ですね、はあ、すごい感じです。はい、受験は厳しいっていうのがよく分かったと思いますね。そう、共通テストで英語9割取っても、の実力でも簡単に分かれない。そうですよ。だからあの本当に受験舐めてる人多いんですけど、これが受験のリアルですから。まあそうですね、本当そう簡単には受かれないからね。じゃあまあこんな感じでどんどん発表していくことになると思いますので、はい、いや怖っ怖いと思いますが、はい、じゃあまあ皆さん今後もね応援してもらえればいいと思うんですけど、いやこれをやっていくわけで、どうだった、開いた時。開いて、あーないなあーないなじゃねえまあこれを胸にですね、はい、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。